皆さんこんにちは、ロンリーボイスステーションケニー木村です。もうシリーズ化しております。私がレコーディングの業界にいた時のお話、今日は渡辺美里さんでございます。まあ渡辺美里さんはですね、今でも現役のシンガーとして活躍をしていますし、何でしょうかね、歌唱力、あの当時からもうすごいいいものがありましたよね。もう今はですね、もう本当にこう立派な、シンガーになられましたけど、まだあの当時は20代前半の本当にこうあどけなさも残っている少女、見かけもですよ、本当に、少女っていう感じでした。からあんだけパワフルなこう歌声が出てくるっていうのはすごかったなぁというふうに、思っております。でですね、割と美里さんのレコーディングの現場には行かせていただきまして、エピックソニーだったと思うんですけども、その当時のエピックソニー、まあ TM ネットワークがすごくこう売れてたかな、その当時は。で、美里さんも小室さんから楽曲提供を結構していただいてたと思うんですよ。で、マイレボリューションなんてのはもう完全に小室さんの楽曲ですよね。で、他にも小室さんの楽曲を何曲か美里さんも歌ってて、で、プロデューサーが小坂さんっていうプロデューサーだったと思うんですけども、 TM と美里さんと両方やってたのかな、まあ、それもあってっていうちょっとエピソードが一つあるんですが、アルバムはね、あれはなんだ、リボンか、リボンっていうアルバムのレコーディングだったと思います。あれもね、セディックっていう六本木にあったスタジオだったんですけども、 A スタと B スタっていうのがあって、 A と B は両方並んでて、右側が TM ネットワークのレコーディング、左側が美里さんのレコーディングで、小坂さんが両方のプロデューサーでいますというような現場で、で、私はその A、B 両方見えるところの、まあ、ロビーにいるわけですよ。で、TM の方は私は関係なかったんですけど、まあ、美里さんの方のインペグ屋として入ってた。ただ、美里さんの方のインペグは、うちの会社ともう一つ結構大きなインペグ屋さんが入ってたんですが、なんかうちに、そのレコーディングだけうちに回ってきたんですね。多分あれは社長の営業力だったと思うんですけど、美里さんがですね、割とこうよくロビーに出てくるんですよ。で、まあ普通の本当に女の子なんですよね。紙パックのいちごジュースみたいなとかバナナジュースみたいなのが好きで、そのロビーのところにその自販機が置いてあって、よくそれをこう買いに来てくる。で、その時もですね、まあ、向こうから割とこう気軽に話しかけてくる。で、六本木のセリックの向かい側に明治屋っていう、まあそれは今でもあるんだけど、スーパーがあって、あそこでいろんなもん買ってくるんですよね。お菓子とかなんかこうパンとかで、それをね、お裾分けくれるんですよ。美里さんは食べますみたいな、なんかぶどうパンとか、それから、ポッキーみたいなやつ、ちょっとチョコじゃないポッキーみたいなやつを、これ食べますなんてこう何回かいただいた記憶があったりとかしてます。一回面白かったのが、そのセリックでですね、 A で美里さん、 B で、TM が入ってる、まあ そういうパターン多かったんですけど、で、その時にちょっと遅れて美里さんがこうスタジオに入ってきた。で、おはようございます、おはようございます、で、今日小坂さんどっちにいますとかって聞かれたんですよ。いやー、どっちだったかな、まあもう来てますよ、どっちか入ってると思いますけど、A にいると思います、 B にいると思います、どっちかなーったら、美里さんがかけましょうって言われて、あ、いいですよ、何かけますかって言ったら、その四角い牛乳いちごジュースかなんか、それかけましょうって言われて、で、どっちかどっちって言ったか忘れました。まあ、私が多分 A って言って、美里さんがじゃあ B って言って、じゃあ見てきますって言って、まあ A の方自分のブースなんで A 見に行ったら、あー、いなかったーって言って B に入って、あー、いましたー、木村さんの勝ちーとか言って、その牛乳のいちごジュースかなんかを、買っておごってくれたのを覚えてますね。なんかこう、いい感じでしょ？そういう風に聞くと。じゃあちょっと音楽の方の話をすると、曲はね、
なんだっけ、マイフレンドとかボーイフレンドとか、なんかそんなようなタイトルで、アルバムに入ってるかわかんないですけど、シングルのいわゆるカップリング曲のレコーディングだったと思うんですけど、その現場には僕ブースに入ってたんですね。でブースに入ってて、ジェイク・コンセプションというあのサックスの大御所の方がいらっしゃるんですよ。外国人なんですけど、その日本でスタジオミュージシャンをやってらっしゃる方で、その方がですね、ちょっと めんどくさいって言っちゃったらなんなんですが、まあその当時でもうお年だったっていうのもあって、何本もその楽器をね、テナー、アルト、ソプラノ、場合によっては、バスサックスっていうんですかね、もっと低い音、その何本も、持ってこなくちゃいけない。でそれが大変なので、駐車場まで必ずこう取りに行かなくちゃいけないというか、運んであげなくちゃいけない、サックスを。ジェイクさんと一緒にスタジオに入ってたのかな、まあ、他の先輩たちがいなかったっていうのはあるんですけど、でフォーリズムを取って、でジェイクさんのサックスをそれで入れて、で水田さんがボーカルの仮歌を入れるんです。まだ歌詞ができてないので、ララララとかドゥイヤーとかドゥダーとかっていう、そういうようなこのなんですかね、まあスキャット的な仮歌を入れるっていう。で水田さんもその時に初めて歌うわけですよ。で曲は誰かから楽曲提供されて、ちょっと何回か聴いたっていう、それを元にブースに入って仮歌をするんですけど、その仮歌を聴いた時にぶっ飛びましたね。いわゆるその仮歌なのに音圧、声の圧力というかとか、それは当然ですけどピッチの正確さであるとか、メロディーのなんだろうな、こう抑揚の、要は表情の付け方みたいなものが、うわやっぱすごいんだなというふうに、思いました。で、あの当時はまだ自分がボーカルではなかったんですね。まあ今はねボーカルをやってるんですけど、結構その水田さんのその仮歌を聞いた時の気持ちが影響してるのはありますね。なんか今までやっぱり俺って棒歌いだったんだなっていうふうにこうしみじみ分かった。あ、なるほど、こうやって表情をつけなきゃいけないのかとか、表情をつけるものなんだとか、なんかいろんなことをこうちょっと勉強させてもらったっていう。で、それからですね、何度か水田さんの仮歌とか、本ちゃんのレコーディングも見させていただきましたけども、いやー、彼女は歌はやっぱうまいなーと本気で思いましたね。で、楽曲もいい。もう今でもその、水田さんの昔のね、自分が特にやっぱり関わったアルバムってのは思い入れがありますから、リボンという曲はもう、リボンという曲、アルバムはですね、だいぶ聴きましたし、好きな曲も多いですよね。まあ、そのジェイクさんの話にちょっとずれますが、まあ、ジェイクさんも何度かその水田さんの仕事とか他のレコーディングでもご一緒させていただいて、一回ですね、木村お前サックス吹け、教えてやるから俺が、付き人になれ、まあローディーになれって言われたかな、って言われて誘われたことがあります。自分もサックスってすごい好きな楽器なんですね。だけど未だにやれてないんですよ。まあ、やれてない理由っていうのがあるんですけど、それはその時のジェイクさんとの思い出もあったりします。でジェイクさんね、いろんなこう方々から話を聞くと、やっぱすごい厳しい方なんですよ。もう、まあ、音楽に対してすごい真っ直ぐ真面目っていうか、当然サックスに対してもすごくこう真面目な方なんで、その分すごい厳しいっていう、それもあって誘われたんですよねって言われた時に、いやージェイクさん厳しいぞって言われましたが、まあその時にそのね、ジェイクさんにサックスを習ってたら、もしかしたらサックスプレイヤーになってるんでしょうね、間違いなくね、と思います。今でもですね、その山の音楽教室とか行って、サックスは習ってみたいなっていうふうに思ってる一つでもあったりはします。まあ水田さんはもう自分よりもいくつか年は下なので、あの当時本当に
まあ本当可愛らしい子だなと思ったし、何度かライブも拝見させて、もらいまして、で、頑張ってる彼女の姿とかね、なんかこうすごくこういい感じを受けたという今でも好きなミュージシャンの一人でもあります。はい、3回にわたって尾崎豊さん、それから佐野元春さん、渡辺美里さんの話をしてきましたが、こうやってね昔をもう35年ぐらい前なんですけど振り返ってみると、まだまだいっぱい思い出すことがあるんで、連続性次にはってことはないですけど、ちょっとまた思い出した時にですね、このお話をぶっこんでみようかなというふうに思います。それではまた。